のラジオやらせろ。どうもサンドウィッチマン伊達です。富澤です。さあ始めました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。始まった。なんとですね、7月28日より放送局が1局また増えました。あら、また。はい、茨城県日立市の FM 日立さん、嬉しいですね。ありがとう。日立の皆さん元気ですか？ねえ、毎週木曜日夕方6時から、FM 日立入りました。メールください、ぜひね。そうですね、茨城って言ったらもうね、あの雷がお世話になってますから、はいはいはい、そうですね。聞けんのかな、雷の鉾田市なんかも聞けんのかな。日立市だから聞けないか雷は鉾田市ですからね。あ、そうか、市か。まあコミュニティ FM ですから、なかなかね、そっか、嬉しいな。でも日立市ね、そうですね、ぜひぜひ、あのたくさんメールお待ちしております。お願いします。基本的には読みますんで全部ね、はい、FM 日立の皆さんありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。さあ、この番組は FM 泉をキー局に東北のコミュニティ FM を中心に31局で放送しております。あ、そっか、30局じゃなくて31局になりましたね。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。各局の放送時間やパソコンやスマホでの放送の聞き方は FM 泉のホームページやお聞きの放送局にお問い合わせください。なお、この番組へのメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp、メールアットマーク fm797.co.jp です。797は数字でございます。ぜひたくさんのメールお待ちしております。まはい、さて、もう7月も終わりですね。そうですね、やっとね、はい、楽天イーグルスのウッチーがやってくれましたね。やったねいやちょっと興奮したよね、やっぱね。見てた？見てた、見てたというか、まあ後で見たけど、内田がね、満塁ホームランですよ。もうちょっとそのお前にメールしようかと思ったリアルタイムではねちょっと見てなかったんだけど、散歩してたから、でも夜中見てね、情報入れずに見たから。あ、そうだ。ちょっと興奮したね、あれは。右方向にね。そう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 、いやー打ったね。ただね、ちょっとブログにも書いちゃったんですけど、問題がありますね。何ですか？ヒーローインタビューですねヒーローインタビューちょっと滑ってたんですよまたね、浅村選手もホームラン打って、そうそうそう、指定でね、お立ち台。浅村選手の自主トレにね、内田が参加させてもらって、まあまあ手法の、まあ、バッターの出し方とか、そういうのをすごく教わって、今シーズン臨んでて、まあシーズン初めね、いろいろこうコロナの影響でいろいろあったけれども、もう去年よりももう試合に出させてもらってるし、内田も。で、やっぱ浅村選手の好調、もう両リーグトップでしょ、ホームランの本数も11本っていう、まあ、今の段階ではね、で、あれをさ目の前で見てて、で、あの人に教わったっていう自信がすごくついてるっていうか、顔つきも、うっちーがね、あごひげ蓄えてね、非常に良かった。その昨日、まあ、昨日試合だったんですけど、この時もちょっとその何ていうの、その打ち方、で浅村選手にアドバイスもらってたとこだったらしくて。あ、そうなんだ、はあ、いや、まあ、右バッターだけど内田は、ライト方面のホームランっていうのはちょっと浅村に似てんだよね。もう全部引っ張ってたから、これまでウッチーは。そうですね、でちょっとね、チャンスに弱いっていう、そう面があってね、もっと頑張れっていうのは我々ずっと言ってましたけど、言ってたけど、ちょっとこれでね、いやちょっと変わるんじゃないですか。ちょっとね、すごい良かったよ昨日。ただその最後のヒーローインタビュー、ヒーローインタビューね、もうすぐ滑ってたんだ滑ってたっていうか、別に受けるとこではないんですけど。いや、でも、まあ、浅村選手はもうしょっちゅうヒーローインタビュー出てて、でも浅村選手も結構的確に答えるんだよね、ちゃんと覚えてて、ファンに対してもしっかり応援してくださいって言う人で、結構いかついイメージあるじゃん浅村って。そうですね、でも意外とこうおとなしく喋るんだよね、ちょっと人見知りなのかなっていう面はねありますけど、心開いたら喋るタイプなんだろうなっていうのはね、なんかそれはもう浅村選手の色じゃん、それみんな知ってるし、いやいや、ウッチーは、何ちょっとそこ真似しなくていいんだよ
もうちょっとはしゃいでいいと思うんだよね。隣にしかも浅村選手がいて、うん、で浅村選手がね、その内田選手のホームラン打ちましたね、満塁ホームランって言ったら、うん、いやもう自分のことのように嬉しかったですと、うん、それすごいことじゃん、うん、いや分かるよ、すごいことっていうのは、うん、で内田にアナウンサーの人が、うん、いやもう浅村選手がね、うん、師匠じゃないですかって、はいはい、ね、自分のホームランを、うん、自分のことのように嬉しかったというふうにおっしゃってくれてましたけど、うん、内田選手いかがですかって言われた時に、うん、いやもうすごい嬉しいです、でもそれだけで終わるっていうね、そこはね、そこはもう、いや僕も自分のことより嬉しいですって言わなきゃ、いやもうそれはさ最大の振り聞かしてきてくれてるわけだからあれはちょっとうちこれ説教なんだよね、やっぱ説教なんですよ。そうですね、ちょっとだからいつも我々取材とかでお邪魔すると、はい、うん、そのゴリライジリみたいなのをやってるじゃないですか。 うん、そこはねやっぱ振られないと自分からはいけないと思うんで。そうなんだよ、ね、誰がゴリラだという、ね、うん、そうそうそう、突っ込んでくるかな、うん、いやほんで、うん、あの見てたヒロインタビュー見てましたよ、あのバナナのぬいぐるみ持ってたんで、なんかあれもなんか持ちたくないみたいな、えずっと拒否してるのよ。あそこは見てる、いらないいらないとかって、うん、だからヒーローインタビューの時持ってないんだよ。ずっと見え隠れしてるの、でもスタッフが渡そうとしてこうやって、はいはい、それ全然持たねえんだよ、うん、お前持てとバナナをほんでこのゴリラ T シャツとかもできてるわけなんだから、うん、せっかくのこのお立ち台でね、もうちょっとキャラつけるというか、何カッコつけてるの、ダメだこれ電話しようかなもうっちこれはねもうちょっとこう嫌なのかもしれないけど、うん、ちょっとやって人気選手にならないと、うん、そうですね、ダメなのよ、うんうん、シャイなのはね分かるんですけども、そうそうそう、そこはね、うん、頑張って、ね、いや頑張ってほしいんだよな、人かわざくも向けてくれるとね、そうそうそう、なんでしょうね、あのヒーローインタビュー見るときって、うん、我々お前も多分そうだと思うんだけど、うん、面白いこと言えと思って見てる、いやちょっとそうなんだよななんかいや上手な人は上手なんだよね、うん、面白い人は慣れててね、やっぱ明るい人はそういう、そう面白いことも言ったりするんで、それってファンが喜ぶことで、うん、なんかいやあの本当に明日も頑張りたいですとか、うん、まあいらないじゃんそれ正直、うん、いやいいよ別にそういうのあっても、まあ、そういう人はそういう人でいいけど、うん、ただあ内田ね今日ヒーロー出てくるかな、内田また面白いことなんか言ってくれるかな、うん、みたいな、みんながヒーローインタビューまで聞きたい待ちたいっていう、うんのがね、そういう選手にねちょっとなってほしいな と、ね、まあ生え抜きだしね、そんなにね何回も立てる場所じゃないじゃないですか、そうそうそう、これはちょっと説教です内田康人選手説教説教決定、説教決定です。まあ、あの茨城県日立市のね、うん、FM 日立今日から入りましたけれども、うん、彼は上層学院ですから、うん、茨城の、うん、まあ出身はあの福島なんですけれども、うん、ちょっとそのね、高校時代茨城で過ごしてるわけですから、この茨城の日立にお住まいの方もね、うん、期待して見てる人も、ね、いやいるでしょう、相当期待してますよ、これ内田にあのメッセージくださいよ皆さん僕ら必ず伝えますんでね、そうですね、うん、そこはねちょっとなもったいないんだよな、で満塁ホームランで逆転満塁ホームランすごくないあれ、そうですね、浅村選手が同点ホームラン、うん、そうあして2人でお立ち台ですよ、うん、ヒーローインタビューあんな機会ってそんなないよ、ね、ああ、うん、もったいないな、まあよく言えばですよ、浅村選手がいやもう本当にゴリラっぽいバッティングでしたとか一言あれば、うん、まあ、そうかね、そこは内田も少しこういや誰がゴリラなんですかみたいな、うん、あったのかもしれないけど、うん、多分マイク一個なんだよな、そうそうそう、ツッコミは拾えない、うん、俺一回本当にヒーローインタビューのアナウンスやってみたいんだよなできないもんかなあれヒーローインタビューちょっと、いやもう伊達さんが言えばできるんじゃないですか、いやでもほらなんか決まってないでしょ、決まってる J スポーツとかさ、うん、いろいろこう主催のテレビ局がやってるから、うん、そこでできないんだよな、ほんでもうその日やるって言ったらもうその人しか絶対やんないんだって、だからイーグルスが負けたら、うん、違うチームがヒーローインタビュー、うん、その時もやんなくちゃいけないんだって、うん、なるほどね、うん、でもそれもう分かんないじゃんその相手、まあね、オリックスとか勝たれてもさ、うん、それはもうしょうがないですか、ね、そうですもうしょうがないね、そんな中で立ったお立ち台ですよ、いや本当にちょっとこれはもう説教です電話してみようかな
何してんの、うん、ちょっとよくないよと、俺すげえ楽しみにしてたんだから、ヒーローインタビュー。そこはね、やっぱだから期待してるからこそ我々も最後まで見てます。そうそうそう、なんて言うんだろうって。そう、ウッチーのさ、その肉声なんかも実は分かんないじゃん、聞こえないし、あいつそんな喋んないし、うん、ヒーローインタビューがないと選手の声って実はそんなに聞こえないんだよね。まあ確かにね、うん、うん、それなのに、あ、ありがとうございます、あ、嬉しいです、また明日も試合やるんで応援お願いします。いや、もうそんなんいらない当たり前のことしかやってないんだからそうやってやんない方がいいんだから。まあね、そんな気持ちの準備もなかったんでしょうけど。いや、まあそうだけど、でもね、うん、そこもやっぱりそう楽しませる部分ではある、ね、いや、もう楽しみにしてたな俺実は。あんまり絶対でもね、年間通して試合出たら2桁ホームラン打てる選手。いや絶対打てますよ本当に。またねやる機会があるかもしれないんで、ね、そう、そこはあると思うのよ。何かしらね、うん、考えてもらっといたことね。そうだから今2軍に行ってるけど、その吉野投手、うん、まあね、昨年1軍登板して最終戦に、うん、まあ、そこからまだちょっと上がってきてないんだけど、まあ2軍では結構投げてんだけど、うん、なんかあった時、うん、ヒーローインタビューするじゃん、うんうん、その時にちょっと面白いこと言ってくれと、うん、ちゃんとそこはもう約束はしてるんですけど。前もね、番組で行った時に、うん、ヒーローインタビューの練習だって言ってそうそうそう、サンドウィッチマンのおかげですって言ってどんな空気になろうがいや、もう全てサンドウィッチマンさんのおかげですって言うっていうね約束したんですけど、ね、だからその約束的なのを取り決めておいた方が、うん、そうだね、内田選手も言いやすいのかもしれないですけど、ね、うん、そうだね、ゴリラ絡みの発言はやっぱしてほしいですし、ゴホゴホっつってねいや、やらないとやっぱ、だからホームランのパフォーマンスとかもあるじゃん、うんうんうん、なんかこう松田選手だったらそこで熱おっつったりね、ったりさ、うん、ドスコイって山川選手だったらやったりとか、うん、やっぱああいうこういうドラミングみたいなのやってくれたら、そうか、うん、それやろうか。ちょっとね、多分その内田選手にそれやらせるの多分もう俺らぐらいしかいないだろうからなるほどね、そうそうそう、うっちにそれちょっとやろうか、そう考えようか、それな、うん、うーん、ドラミングね、そうそうそう、分かんないですよ、誰がゴリラだって言ってるから、うん、自分からやっちゃうのは違うのかもしれないですけど。あ、そっか、うん、だから必ずゴリラ、バナナのぬいぐるみの最後に渡されるそれをだからいらねえんだよっていう誰がゴリラだってカメラに向かって言うっていうのがねあると、それも面白いよね、面白いと思う。バナナのぬいぐるみ最後、うん、ハイタッチハイタッチ、普通はクラッチのね、そうそうそう、ぬいぐるみとか渡すんだけど、うん、バナナを最後あいつはバナナ渡される。ああ、それ面白いな。とかなんか作っといたらできるじゃない。そうだね、うん、いや頑張ってほしいんだよ、もう本当に大好きだから、うん、だからね、三木監督も二軍から知ってるからこそ、うん、はいはいはい、使ってるじゃないですか、うん、銀次選手だっているんだよね、交代でね。今だって浅村選手が DH ですからね。だよね、まあ、昨日おとといなんかもね、うん、そうだから小深田も成長してきてるし、うん、みんな上手だから、山崎もね、うん、すごい選手だし、うん、ちょっと楽しみだよね。そうですね、層が本当に熱い。だって田中選手が出れないわけですからね、田中和樹、うん、田中和樹だからちょっとニュースとか見てると、うん、もうトレードの3の矢で田中和樹欲しがってる人いっぱいいるから、こんな試合に出されてないんであればみたいな、ちょっとニュースになってて。そう、あとお声、お声もね、今年勝負だと思いますけど、ね、背番号もなんかロメロに取られたしな、うん、ね、いや、ね、お声、田中和樹はちょっとな、高梨選手もトレードですか。そうそうそう、ちょっとね、うん、まあ向こう行って試合出てたらウィーラーなんかもジャイアンツですごく活躍してるし、うん、うん、まあこっちに来た選手のことは置いといて、うん、うん、まあでも若手でね、生きのいいピッチャーらしいんで、うん、あとこっちで育てていけばいいわけで、うん、うん、なんかジャイアンツでウィーラーが、ホームラン打ったりハッスルプレーして、うん、ジャイアンツナインが笑ってったりするのを見ると面白いね、うん、なんか嬉しいな。いや、
自分のことのように喜ぶんだよあの丸のホームランとかをさ相変わらずムードメーカー的なね、うん、選手ですから、うん、ちょっとねブラッシュが今調子があんまりちょっとなブラッシュ研究されてるされてきてるねそんなにね、うん、見逃しとか三振とかない選手だったんだけどそうそうちょっと夏バテかなもしかしたらなちょっと研究されてるのかなっていう感じはね、うん、だからウィーラーってこれ夏強かったから、うん、なんかそういうのでウィーラー夏出しちゃったのもったいなかったような気がするけどな確かにねそうなんだよいやちょっと面白いよただやっぱソフトバンクとかライオンズロッテっていうのは強いから、うん、こんなに楽天勝ってんのに1ゲーム差なんでまだね、うん、これもう一気に4位になるぐらいのダンボールちょっと2連敗とかしちゃうともう一気に4位とかなるからね後々ね後半戦になったら絶対にその、うん、今出てない選手の力が必要になってくるからそうそうそうそこでね今いろんな選手出しちゃうのもっていうのもね、うん、そこだよなもったいなくなっちゃうからな、まあ、とにかく内田選手そう何かしらね、うん、お立ち台ではいちょっとこれは、はい、僕責任持ってやりますそうですねそこはちょっと、はいちょっと球団とも話しないといけないし最後に内田がホームランだったらバナナのぬいぐるみ渡す、うん、それを誰がゴリラだよっていうのをカメラで言わすそうですねこれはねちょっとやりましょう、うんうん、働きかけします、うん、これもう早速動きますはいどっかでねいやいやながらもドラミングするっていうのも、ねうん、あったりとかうーってね、うん、してみんなお客さんもバーンってやったりとかやるみたいな、ねうんうん、ちょっと人気出たらいいなそれでだからほらラミレスとかね、うん、いろいろやってたじゃないですかゲッツみたいなとかね、はいはいはい、ああいうのはやっぱり見たいですから、うん、そうだ ね楽天で誰もやんないよねバーンですからねいやバーンも今あんまやんなかったでしょ、うん、あんまやんなくなってる松井和夫さんいないからあんまね最後お立ちで勝利の儀式つってやるけどみんなちょっとそれもいやいややるじゃんそうあれもさもうちょっと321バーンありがとうございましたいやもうさ嫌なのかよっていうそこを何いきますよ皆さんとか、うん、そこはそういうなぜ言えないのか元気よくやってもらってこっちもなんか、まあ、あれ嫌なのかなってなっちゃうからいやいや感がなシャイな人多いですからねちょっとそれは言わないとダメだなそこを、うん、あんまりこう入っていきすぎて嫌がられるかもしれないですファンの意見としてファンの意見として、うん、そこは最後まで見てるわけですからそうだねだから飯だな飯行かないといけないなそこはそこはね、うん、その番組ばっかりで行っちゃってもさ、まあね、結局ただうちは飯だな、うん、でもなあんまり今その誘えないからさうんまあちょっとそこは検討しますそこはねあ、はい、変わったっていうの見たいんでねそうですねうん、わかりましたサンドウィッチマンラジオやらせろさあちょっとねここで皆さんにお伝えしなくちゃいけないことがあって、はい、うちのね、うん、頑張ってくれてたマネージャーの、うん田中大輝、うん、田中大輝まあまあ FM 泉のね田中さんも田中ですけど、うん、まあご存知の方いないのかもしれないですけどその田中大輝というもう何年マネージャーやってたのかな3年ぐらい2年ぐらいかこんなまあ長くはないです1年半ぐらいかな2年ぐらいかなあもう3年いるんですか、うん、3年頑張ってくれていた、うん田中大輝マネージャーが、うんこの度、うん結婚しましたありがとうございます言わなくていいじゃないですか言ったっていいじゃないですかいや田中マネージャー結婚ということで、うん、今日はそのスペシャルですよもう終盤ですけど終盤でねあそうです田中大輝結婚スペシャルですお相手はお相手はですね、うん、テレビ制作会社の AP さんですかね、うん、はいはい、僕らが働いてる間に愛を育んでいる、うん、そうですね、そうですね、トイレでねうん多目的トイレでやめてください本当にしてないです結婚されたと、まあ、おめでたいことですよ、ね、いやおめでたいですよそれはもうね、うん、同い年でね奥さんはね35ですか、
36になるということですけれども、はい、いや非常にこういう、ね、ニュースもあるんですよ。そうですね、なかなか今のこのご時世なんで、うん、式はまだ上げない、式は上げないみたいですよ、どうしてもね、うんうん、どうしても上げないっていうことじゃないと、どうせ上げたくないって。今ほらだから人集められないから、海外とか、うん、とか沖縄とかさ、うん、行って2人上げてくお互いの家族とか、まあ、身内だけとかね、うん、今そういうの多いらしいですね。今もうすごいらしいがね、あの結婚式もできなくて待ってる人たちが、うん、だから今ほらオンライン結婚式なんていうのも出てきて、はい、うん、式場としてはまああれ困るんですよなんて言ってましたけど、うん、まあ、そういう手もありますんでね。オンライン葬儀もありますからね。オンライン葬儀やったらいいよ。お前はオンライン葬儀やったらオンラインチャレンジ、機会あればチャレンジはしてみたい、うん、オンラインで葬儀するっていう ね、うん、いろいろね、これから変わっていくんでしょうけども、うん、生活もね、もうあの新居にも引っ越したみたいでね、うんうん、であの、まあ、サンドウィッチマンから、うん、まあ、祝儀というか、はい、あのなんか家電ね、うん、欲しいなんか家電言えよと、うん、もう新居なんだし、うん、なんか買ってやるよと、はい、そしたら いいですよそんなとか言って、うん、いやいや、あの買うから家電な、なんか選べと、うん、そしたらあの洗濯機、あれドラム式の、ドラム式みたいです、はい、ものすごいいい洗濯機を選んできてね、まあまあするんだよね、ちょっとびっくりしました、ね、うん、ありがとうございます。うちもその半額ぐらいのやつ使ってますけど、ね、倍ぐらいのやつ、何でもできる洗濯機冷蔵庫とかにもなんじゃねえかなと思って。あのそのぐらいの額の洗濯機ですから、すいません、ありがとうございます、掃除もしてくれると思います。そんなに高いのあるんだって思う。まあまあいいやつ、いやめっちゃいいやつ、あやっぱそうなんだ、だってね、あ洗濯機こんなすんだと思った、あれうち洗濯機いくらだっけみたいな、一回あのかみさんとそういう話だったから。すいません、あれそんなすんの洗濯機ってみたいな。いや言われたけど、洗濯機っていくらぐらいだっけ。うちの十何万じゃないかな。いやそんぐらいです。え田中君の何そんないいやつ。多分電子レンジとかついてるやつでしょ。喋るんじゃないですか。そう願いたいですね。喋んの。いやすごいな、うん、冷蔵庫とかでもいいよっつったらテレビとか、うんうん、ね、50インチのテレビ欲しいとか言うんであればテレビ買うよっつ、それ洗濯機だったよね、洗濯機がいいんだ、はい、うん、まあ汚いからね、まあ、とにかく汚れるからね。田中はとにかく汚い、田中は汚れますからね、とりあえず、うん、そりゃ洗濯機力入れない、うん、いやもう本当に末永くお幸せにという、ありがとうございます。あとはもう本当に早くね、あのお子さんがね、あのに恵まれるといいなというところもありますよ、まあ、そうですね、うん、うちの大家マネージャー子供2人もいてね、うん、順風満帆でね、うんうん、いいですよ、そうですね、洗濯機は2万ですけど、2万の、ね、2万の洗濯機、逆にそんなのあるんだって。こんな安い洗濯機、親から2層式ですけど、ね、うん、古っ。脇にハンドルがついてるんで、こうぐる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 、昭和のやつでこう差し込んでこう絞られてるやつね、それでも幸せだったら、ね、幸せだったらいいんですよ、洗濯機がどこであろうね、いいんですよ、うん、そういうちょっと報告としてね、うん、田中大輝結婚っていう、ね、田中大輝結婚、祝田中大輝結婚、 FM 泉だから、うん、あれですよ、 YouTube で今ほら上げるからタイトルが多分それになって上がりますよ、この祝田中大輝マネージャー結婚ね、20万以上の洗濯機せがまれる。そういうちょっとね、時もあるでしょうね、そうですね、うん、一緒にそんな何度もないことですか、だからあのその本来なら我々があの電気屋さん行って選んで差し上げたかったんですけど、うん、ちょっとなかなかそのタイミングがなくて、うん、さっき買っとくんでお金もらえますかみたいな、うん、なんかその順番も俺はあんま好きじゃなくてね、買っとくんで後からもらえますかっていう、しょうがない、まあ、しょうがないんだけど今回に限っては、うんうん、
まあ、それ渡しましたけど、うん、ただね、我々のタイミング待ってたらもういつになるか分かんないから、ね、もう洗濯物たまってしょうがないから ね、うん、引っ越しのタイミングがね一番いいからね、はい、洗濯入れるのは ね、うん、ね、じゃあ、はい、お祝いの一曲を何か、お祝いのじゃあ一曲、はい、これ送りたいと思いますね、世界の終わりでドロップアウトですだってあんだもん、あんだもんサンドウィッチマン、ラジオやらせろ。まあね、もうメールはね今日もいっぱい来てたんですけど全然読んでない、ね、まあちょっと来週にしましょう。そうしましょうか。茨城県日立市のね、うん、FM 日立さん、今日から、うん、この放送がね入ってると思いますが、うんうん、木曜日の夕方6時ですからね、いい時間帯ですよ、これ。車作りながら、うんね、主婦の方聞いていただいたりとか、はい、車乗りながらとか ね、 そうですね、会社の方は、うん、ぜひぜひメールたくさんお待ちしております。よろしくお願いします、ね、はい、ということでまた来週です。サンドウィッチマンでした。サンドウィッチマンのラジオやらせろ。